広報室の永田です。今回は群馬県にある加藤金属工業さんが作る完全メイドインジャパンのボールペンのキット、そしてシャーペンシルのキットの方が販売されます。品番はボールペンの方が PP の200、シャーペンシルの方が SP の200という品番となります。今回は工房施設の方が監修をいたしまして、こちらの方を作っていただきました。今木軸ブームにより、木のボールペン、シャーペンシルを作りたいというお客様がすごく増えてきましたので、海外のやつではなくもっと精度を上げたメイドインジャパンのものを作りたいという発想からこちらの方が出来上がったんですけれども、初めて作る方のために、僕がねどのようにここから木軸のペンを作っていくかっていう流れを動画にして説明していきたいと思います。ではまずこちらの方、パーツの方全部バラしていきます。ボールペンの方が真鍮パイプ、そして中のリフィールですね、そして口金とノックパーツとなっております。シャーペンシルの方が同じく真鍮のパイプ、そして口金と、そしてクリップがついているクリップホルダーはこのようになっております。そして中のメカの方ですね、この4つとなっております。でボールペンとシャーペンシル、今回は完全に同じもの、そしてどっちも同じネジが切ってあるため、どういうふうにでも使えるようになっております。パイプの方ですね、はい、長さ約10センチ。中、芯が入る、メカが入る方が約7ミリ。そして外が約8ミリとなっております。そしてペンブランクの方ですね、木材の方、こうやって用意していただいて、パイプよりも少し長く、10センチですので、だいたい2、3ミリほど長くしていただくのがいいかなと思っております。そして、ペンの太さはだいたい12ミリから14ミリぐらいになるかなと思いますので、はい、2センチ角ぐらいに取っていただくのがベストですね。そして、外のパイプが約8ミリですので、穴を開けるドリルの方ですね、こちらの方、こちらの方が少し大きめ、 8.1 もしくは 8.2 ぐらいの大きさで開けていただけるといいかなと思います。ちょうど8ミリでやるとちょっと入っていかないことがよくあります。そして10センチありますので、ちょっと15センチぐらいの長いドリルが必要になります。はい、では穴を開ける工程を見ていきたいと思います。穴を開ける手順と機械としてはね、2つあります。1つはこのボール板っていう穴を開ける機械、そしてもう1つは旋盤でそのまま穴を開けるということがあります。ではまずこちらのボール板の方を見ていきましょう。ただですね、ボール板ね、10センチの穴を開けるっていう風になると結構大きいボール板じゃないと、ストロークが10センチないので、大きめのやつじゃないと完成しません。では入れていきます。長さ測ります。チャックというやつに挟んでいくんですけど、穴3つ開いてます。3つともね、キュッキュッキュッと締めてあげてください。締めたら、ずれてないか確認してください。真ん中を調整して、穴を。このようにね、ゆっくりとやっててください。で、クズを吐きながら吐きながら、こうやって穴を開けています。じゃあもう一つの穴開けのやり方は、木を削るこちらの旋盤というものでやっていきたいと思います。木を掴むやつね、こちらチャックって言うんですけど、ちょっとこういう爪の長めのものを使っていただいた方が穴が開けやすいと思います。
して、そしてちょっと広げて、火をもうちょっとですね、このようにしてギュッと掴んでいきます。これも穴2箇所あるので2箇所ギュッと締めていきます。切れてないか見てもらって、こういう感じですね。そして反対側ですね、こちらのドリルをつけていきます。このチャックをこういうふうにつけれる、そういうチャックがありますので、こういう形ですね。はい。して近くまで持っていきます。そしたら止めます。でスタート。このスピードはね、自分自身で考えてください。早すぎても遅すぎてもあまり良くないと思います。して持ちながらゆっくりゆっくり。こんな感じで穴が開きました。じゃあ先ほど穴を開けたこちらのペンブランクの方に、こちらの真鍮のパイプの方を接着していきたいと思います。接着剤ですね、いろいろあるんですけど、僕はおすすめはこのエポキシという2液性のねボンドを使うことをおすすめします。なんでかっていうと、接着剤があんまり痩せないんですよ。なのできっちり接着剤が残ってくれるので、こちらの方をおすすめします。2液性なので、まあ A と B、 A 剤と B 剤というのがありますね。こいつは1対1ですので、大体同じ量を出していきます。今回は90分効果のものを使っていきます。めちゃくちゃ正確に測る必要はないです。もう大体の目分量でいけます。化学反応で固まっていきます。2つのボンドを出したら、ゴリゴリゴリ混ぜていきます。よく混ぜ合わさったら、真鍮のパイプの方にボンドをちょっとつけていきましょう。量とかはね、たくさんやっていくとどれぐらいつけていいのかがだんだん分かってくるかと思います。そしてこうかな、でちょっとひねりながらちょっと戻して、だん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 入れていきます。で最後はギュッという形ですね。で真鍮がまだ入ってないときは、他の木とかでね、ここをふっと押さえていくと、木よりも中で止まるようにしてください。はい、長さをねちゃんと調節するためにここをね削っていきます。そしてこの中のパイプに対して、ここの断面がちょうど90度になるように削っていきます。それの道具がこのようなバレルトリマーという道具になります。で中のねパイプの径と同じになっているこちらのシャフトっていうものが別売りで売っています。そしてこちらのね刃の方はね、オフコーポレーションで売ってますので、そちらの方がつくように設計されておりますので、両方でお買い求めください。そしてどのようにやるかというと、こちらの方をセットしてネジで留めていきます。でその後ね、こういうハンドドリルを用意していただいて、
クッとこのようにして中入れていただいて、グッと持ってこうやってちょっと見ながらね、こちらも両方ともこのようにして90度出していきます。このまま削っていくことも可能なんですけど、工房せずの場合はいつも八角形ちょっと角をね取ってからやっていくんですけど、この方がね実はリスクはないんですけど、別にこのまんまで削っていくことも可能です。もしねあのバンドソーっていう機械があれば、こういう風に八角にできます。そのバンドソーがこういう機械ですね。こういう機械でぐるぐる回していただいて、角をここは取っていくっていう形ですね。この角を取っていく方法も木工家さんはいろんな機械が持ってますので、それは皆さんそれぞれのやり方がありますので、ご自身でお考えください。では今度いよいよ削っていくんですけども、旋盤がありまして、ペンを削る道具としてこういう道具がオフコーポレーションさんで売っています。こちらの方をね買っていただいて、こちらの方はマンドレルっていう道具になるんですけど、こちらの方はねオフコーポレーションさんの方でお買い求めください。これは普通のやつなんですけど、ちょっと高いねプロ用ね精度がいいやつっていうのも出ておりますので、どちらを使っていただいてもいいかと思います。ではちょっとセッティングしていきましょうか。最初こういうのついてるんですけど、今回はこっちは使いません。こちらはねもうここにキュッとはめていただきます。今回のペンはこちらではなく、またオリジナルで作っていただいているこういうブッシュっていうものがあります。じゃあ別売りで売ってますので、こちらもお買い求めください。ワンセット2個ですね。そして木の方をはめていきます。そしてこちらからも、はい、でね、ここネジが届かないときは1個スペーサーをねこういうことではめていただいて、ぐるぐるぐるっと止めていきます。はい、これでセッティング完了しました。はい、今度は削るためのね刃物の方を少し紹介していきたいと思います。こちらの方ラフティングガウジーっていう刃物となります。これはね大雑把に削っていく道具なんですけども、これのまんまで仕上げちゃうっていう方もいらっしゃいます。そして今度は替え刃式のね刃物、ここだけがね替え刃の刃物が売ってるんです。でここペンを削る場合は、僕今丸がついてるんですけども、四角いやつ、ちょっとカーブのついた四角っぽいやつがあるので、そちらの方が削りやすいかと思います。こういうグラインダー見えますかね、こういうのを持ってらっしゃらない方はこの替え刃式のものを使う方が多いですね。そして工房節はこちらのスキューっていう刃物を使います。こちらの方がねとっても扱いが難しいんですけども、すごい汎用性の効く刃物となっております。もうこちらはねどれを選択していただいても構いません。自分がやりやすいものをどんどん見つけていただいてやっていただければいいかなと思います。ではセットしていただいたら、まず刃物台が当たらないかどうか、で自分の高さがね合ってるかどうかを確認していただいて、一度回します。はい、スピードはね今大概インバーターでコントロールができますので、自分の削りやすそうなスピードを選んでいただいて削っていきます。僕はねわりかし早いんで、サイズマックス、今回は僕の場合なのでこっちのスキューという刃物で全部いきたいと思います。基本刃物は必ず自分の体にくっつけてください。そして体と利き手の方でコントロールをしていきます。こっちの刃物に近い手はね基本的には補助です。
ずれないための補助、その程度で考えてください。では削っていきます。まあ、四角からほぼまん丸までになりましたね。まだちょこっと残ってます。そしたらちょっと近づけて、ではここから最後まで本番削りいきたいと思います。自分でね、どちらがペン先になってどちらがノックの部分になるかっていうのを考えながら、どちらも自分の頭の中で考えてください。そしてどういうシェイプをつけていくのか、ストレートなのか、いろんな形、テクスチャーをつけていくのかっていうのは自分で考えながら削っていきます。で、このように刃物で削り終えたら、ここギリギリのとこですね、ちょっと木が大きいぐらいがちょうどいい加減かなと思います。はい、この後磨いていきます。使うのはこのサンドペーパーですね。僕は120番ほとんど使わないんですけど、結構最初は120番ぐらいでやると形を変わるぐらいね、粗いので、これで形を整えるという方もいらっしゃいます。で、120番、次180番、ここはここからですね、はい、そして240番、320番、400番となります。320番ぐらいでも十分綺麗な仕上がりになると思いますが、400番、その上もっと600番、800番、1000番って磨いていっても全然大丈夫です。その辺はご自身の仕上げ具合、自分で考えていただければなと思います。では早速磨いていきましょうか。はい、もう120番僕の場合いりません。180番からいきたいと思います。この時ね、こういう風に長くしといていただくと、回してもらって下からちょっと上に上げる感じ、そしてこうやって削っていきます。で、一回一回本当はチェックするのがいいんですけども、この時に傷がすごい残ってるようでしたら、一つ前の番手180で傷が残ってるようでしたら120番に戻っていただきます。そうやってチェックをしていくといいんですけども、慣れるとだんだん順番にやっていけれるかなと思います。では、で320番ですね。で、最後と400番、もうツルツルになっております。はい、旋盤の上でする作業はね、以上となります。はい、じゃあ先ほど削ったやつを仕上げをしていきたいと思います。僕の場合はオイル仕上げなので、この上にオイルを塗っていくんですけども、他にもいろんな仕上げ方があります。ウレタンとか蜜ろうとかいろんなものがありますので、その辺は自分のお好みで考えていただければいいかなと思います。ではオイル塗っていきましょうか。オイル手でピッてやってもらって、このように全体的にオイルをなじませていきます。その後ウエスを用意していただいて、ウエスでオイルを拭き取っていきます。力を入れてキュッキュッキュッと拭き取ってください。オイルの方ですね、今は1度なんですけども、2度3度と塗っていただいて、4回5回とかって塗っていただくとすごいツヤとかが出てきます。その辺はお好みですので、いろいろ試しながらやってください。はい、では最終的に先ほど削ったものを金具をつけてペンを完成させていきたいと思います。ではまずボールペンの方からですね。ボールペンの方、こちらのノック部分とクリップがついたやつですね。クリップね、回しこのまま外れませんので、このまま回していきますので、木に傷がつかないように、こういうね、ストローとかチューブとかをね、ここにつけていただくといいかなと思います。
で、まずノック部分ですね、入れていただいて、くるくるくると回して、ギュッとしていきます。そしたらもう外していただいて、と芯ですね、バネ入れてもらって、芯を中に入れていきます。そして口金の方を回していきます。そうするとこういう形ですね。ボールペンの方完成しました。で、シャーペンシルの方ですね。こちらの方も、こちらの金具の方、ストローをつけていただいて、回していきます。ギュッと締めていただいて、そしたら外していきます。あと、メカの方ですね。前の方から入れていただいて、こちらの方ですね。止めていただきます。そして、口金の方を最後。ね、はい、こちらでシャーペンシルの方が完成です。